重要な装置なのかな。あ、お兄ちゃん、誰か来たよ。 あの骨飾り、シャムロックか。アイスラムの草原の島攻略のために情報収集してるみたいだな。スメラギって人も一緒ね。あんた、シャムロックのメンバーだろ。セブンがギルドマスターをやってるんだよな。ああ、そうだ。お前、セブンに興味があるのか。ああ、セブンの研究は興味あるな。 ネットワーク社会の未来を担う研究者なのは間違いないと思うよ。へえ、お前話が分かるじゃないか。気が合いそうだな。俺もそう思うよ。エールをプレイヤー同士仲良くしようぜ。困ったことがあったら手伝ってやるよ。それなら早速なんだけどさ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。俺たちこの装置を調べてるんだけど、動かすためのヒントとか知らないか？ ああ、それならこの近くにある遺跡が怪しいぞ。この装置を作った職人が昔住んでいたらしいんだ。そうなのか。サンキューな。おい、スメラギさんを待たせるんじゃない。早くしろ。あ、はい、すみません、今行きます。それじゃな。ああ、またな。よし、装置を動かすヒントをゲットしたぞ。 じゃあ早速その遺跡に行ってみようよ。ゆいちゃん、場所を教えてくれる？はい、ここから東に少し進んだところにあります。せい、せい。 扉開かないよ。どこかで鍵を手に入れないといけないな。よう、キリトたちもこの遺跡にたどり着いてたか。だがその調子だとまだ手に入れてないみたいだな。クライン、もしかして。どうよ。ほら、多分ここの鍵だぜ。 扉の前を像が塞いでるね。このままじゃ開けられないよ。この像を何とかしてどかす必要があるな。ダンジョンのどこかに移動させるための仕掛けがあるのかもしれないね。このいかにもって感じから言って、この遺跡は重要な役目を持ってそう。
ここがボス部屋のようだな。このままボスに挑もう。そう来なくちゃ。絶対勝つわよ。 古い書物と鍵ね。一体何に使うのかしら。この鍵、錆が酷すぎてこのままじゃ使えないんじゃないかしら。そうね。でも錆を取るような素材は見たことないし、何か特殊なアイテムが必要かもしれないわね。せっかく手に入れた鍵なのにすぐには使えないんだね。こっちの書物の方は さっきの装置を動かすヒントが隠されてるのかもしれないね。ああ、早速見てみよう。この文字、何かの暗号ですかね。読めないです。これって古代文字じゃないかな。さすがに書いてある内容までは分からないけど。こっちの図は 平らな板の上に人が浮いてるわ。つまりあの装置は人を浮かせるためのものってことか。だとするとこっちにあるのはそれを動かす動力になるアイテム。
これじゃあ具体的に何をすればいいのかわかんないよ。もう少し情報収集した方がいいんじゃないかな。そうだね、町に戻って情報を集めよう。腕が鳴るね。欲しいものがあるのか、また用事があったら寄れよな。お、クライン。クライン、どうしたんだ。おおおい、なんだよ、キリトかよ。動かすんじゃねえよ。お前こそぼーっとしてどうしたんだ。また失恋でもしたのか。ちげえよ、ちょっとあの子の情報を見てただけだよ。あの子。あのセブンって子だよ。歌がすごく流行ってるだろ。ああ、俺もちょっと気になってるんだ。あんな小さいのに歌うまいよな。だよな。それでいてリアルでは博士でもあるんだぜ。現実世界の天才博士、かつ VR 世界の大人気歌姫か。いや、ほんと大したもんだぜ。あの子はリアルではネットワーク社会の研究をしてるんだ。ん？それでセブンとしての歌詞には共存とか平和を歌っている。つまりこの2つは別軸の活動ってわけじゃないんだよ。なるほどな。しかしキリト、お前相当調べてるんだな。別にそんなことないって。そうだキリト、そろそろパーティー組んで攻略しようぜ。まあいいけど、どこか行きたいところでもあるのか。実はな、この前とあるダンジョンの鍵を手に入れたんだよ。ちょうどいいからそこ行かねえか。わかった、準備してくるからちょっと待っててくれ。どうよ、
俺はここにいるから早く来いよ。クラインと一緒に攻略に行くにはパーティー編成に入れる必要があるな。